ストヘスクからウォールローゼに戻ったリヴァイは調査のため巨人の襲撃を受けたという町に入っていた。生存者はいたか？一人もいません。みんな食われちゃったんでしょうか？でも死体が一つもないなんておかしいですよ。どこを探しても血の跡すらありませんよ。じゃあ町の連中はさっさと避難したってことか？そうですよ、きっとそうです。そんな情報は入ってねえし、避難した痕跡も見当たらん。ってことはどういう？さあな。兵長、町の周囲から巨人の群れが接近中です。ちっ、迎撃するぞ。性能のない奴らだ。おそらく獣の巨人が近くにいた。巨人を殲滅し奴を炙り出す。中央で戦え、囲まれて不利に。四方の塔を使って戦え。救援要請だ。無視はできねえ。まとめて相手して。何をされてるなんて嘘でしょ。おとなしくしてまとめて相手して。苦戦してやがる。お前ら腹をくくれ。おとなしくしてろ。行く。なんだこの音は。これが報告にあった巨人の投石か。全員立ち止まるな、標的になるぞ。行く。しやがった。行く。やばい、負けちまう。まとめて相手してよ。面白いやつがしやがった。このまま押し切れそうだぞ。行く。お前ら、あの縁談、助けが必要だな。おとなしくしてろ。戦いたくないから憲兵団に入ったのに、なんて巨人がいるわけ。救援要請か。待ってろ。あなたは調査兵団の。助かりました、憲兵団も協力します。くそ、巨人にやられっぱなしだ。俺の敵だ。まだこっからだよな。お前ら腹をくくれ。そろそろ出てきても良さそうだ。読みが外れたか。獣の
巨人を確認。こっちに来るぞ。好き放題しないやだがそれも今日までだ。クソゲーだわ野郎。思った程度巨人に塔を狙わせた。今なら奴を直接叩け。行くぞ。なんでこんなところに巨人がいるんだ。彼は視察に向かったはずが。助かりました。あなたは。俺は憲兵団です。協力させてください。てめえは火に弱いんだ。その気温残らず燃やしてやる。面倒な奴が現れたみたいだな。お前ら腹をくくれ。展開するしかねえな。ここまで追い詰めて逃がすとは。すまない。